はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もディトロイトやっていきましょう。久々のパートですね、マーカスさんですね。大丈夫かな、マーカス。まあ、あれ外してるから、右上のあれなんだっけ、コード外してるから、ね。あれが、まあ、外して大丈夫なもんなのかね。まあ、他にこう、どうやったら、なんて言うんだろう。アンドロイドじゃないって分かる手段があるのかってところですけどね。まあどうだろう、完全に人間に復讐するロボットって感じになっちゃいましたけどね。で今回ですね、あ、なんだ、ジェリコを探せ、あれこんなシーンあったっけ、ジェリコを探せなんて言われてたっけ。ジェリコって誰。はい、あ、こっちか。なんかカードだね。はい、今回は、いつもは、なんだろう。あれ？あー、やばいね。やばいね。ちょっとストップ。何かっていうと、コントローラースティックを押してもないのに、勝手に上に向かってまっすぐ歩き始めてるから、ちょっと差し直し。いつもは、なんだっけ、後ろで編集兼、今回のゲームのお導きをしてくれるね、パートナーがいるんですけど、あれ？ちょっと待って。大丈夫かな？ああ、受けたね。次のグラフィック？次のグラフィック？いるんですけど、今日は一人でプレイをしております。で、周囲を調べてグラフィックを見つける。だろ？めちゃくちゃだろ。ということなんでね、いつもと違って、こう、なんだろう、いつもは、あ、カーラちゃん、アンドロイドが登録、カブデン地区。そうそう、いつもはね、普通にコンピューターのサウンドで聞いてるんですけど、今日はイヤホンをさしてるんですっげえ音量がでかい。アンドロイドが登録、アンドロイド早々によりカブデン地区大混乱。デトロイト郊外に位置するカブデン地区で、カブデンってその、実際にデトロイトのある地区なんですかね。道路封鎖や何十回にも及ぶ聞き込みによる凶悪犯探索、捜索が行われた後、接種の凍る逃亡犯の逃走劇が目撃された。だが今回の逃亡犯はいつもとは違う。容疑者はアンドロイドだ。容疑者とされる AX400 は極めて稀な欠陥を抱えているとされ、車の往来が激しい高速道路を横断するなどの強行手段で警察の追手を振り切った。まあ犯人はトットですけどね。決定的な目撃情報はな、公式な発表のない現状、何が起こったか不明のままで、今この瞬間も地元の新聞記者が事件を調査し、警察が調査しなさいよ。サイバーライフの広報担当者はコメント控えており、憶測が飛び交う状況が今後も続きそうだ。続きまして、アンドロイドが衛星イオを探す。イオ、イオラ、イオラツン。MP は主要品15です。木星の衛星の一つであるイオの捜索探索に5体のアンドロイド宇宙飛行士を旅させると NASA が発表した。今回の探索は3年に及び太陽系についてより多くの知識を得られると見込まれている。アンドロイドが宇宙に行くのは初めてではないが、アンドロイドのみでの探索は今回が初めての試みで、探索が成功すればアンドロイドに全行程を任せる無人ミッションの実現につながると期待されている。宇宙の放射線は人体の DNA を破壊します。長期の宇宙旅行は人間の体に様々な影響を及ぼしますが、アンドロイドはほとんど影響を受けることがないんです。NASA は今回の探索は片道になるとし、アンドロイドの衛星イオの過酷な環境下で数ヶ月作業をした後、破壊されるだろうと述べた。早速もうあれですね、ニュースになっているってことは、これ次の日になっているってことですね。これっちの、ああ、こっちはいかれない。グラフィティを見つける。グラフィティを見つける。ああ、そういう意味か。これっぽいグラフィティを見つけるってことは、これだね。これを見つけ、これだってる。あ、違う、RT。シンボルを探す。あ、手がかり更新。これで OK ですかね。これ単純、なんか後ろで見てるやついるよ。このグラフィティを見つける。ちょっと待って。後ろ、柱の鍵からなんかこっち、あ、違ったわ。違った。普通に、あれだって、で、グラフィティは、左上にいて、ボクシングの格好をしているやつ。ボクシング。ボクシング。違うな。ボクシング。ボクシング。あれ？こっちにないってことは、次行ける。かな？次のところに行ける。あ、ぽいね。あ、よかった。じゃあ、ちょっと、
疲れたんで足腰を休ませるためにエスカレあシーンになる。階段で降りてたらあれだった。アンドロイド行けないとかな。で電車中に あったね。あれだね、ボクシング弁慶。なんか話しかけられたら、あ、したね、Do you know where Jericho is? アンドロイドにやっぱり無視される運命なんだね。 But she's so cool. え、誰が喋ってる。そうね、一瞬このね、二人があれかと思って。違うよね、違う、あの二人が川原とアリゾン。これだね、よし。で、こいつで、1個ミッケで、右スティックでもう1個あった。ワイで、シンボル、ミッケ、オッケーで、これで、続きまして、黄色、赤、紫の星、どうしたら警察完全にあの歩道に乗り上げてましたけど大丈夫な。黄色、あれだね、あった。ただ信号が渡れない。信号が渡れた。OK、急に走り始めるようになったけどね。これってなんかもうちょっと探索した方が良くないっていうか。グラフィティを見つける。普通にグラフィティをね探すだけじゃ面白くないよね。なんか急にただただ走り始めてるけど、これだもんね。これあ違うな。あれここじゃない。あった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 けど、ここ入れるとか。入れないね。あったそうだよね。シンボルを見つける。 OK。 でもう一個がどの辺だ。あったで、ロボットがいっぱいやる。シャープたくさん。ロボット、どこ？おじさん飲みすぎだよ。ロボット。なんかお子様には見せられないような、影です。ございますね。そう。いや、皆さん気にしちゃダメです。なんだろうっていうのを、こう、勘ぐっちゃダメですよ。これはもう、こっちじゃなかった。これも健全な動画でございますからね。ちゃんとね、赤信号じゃなくて緑信号も渡りますからね、ちゃんとね。あ、今赤信号だから渡っちゃダメですよ。あっちの方かな。あ、なんかキャッチボールしてる。うわー、すごい雨だね。ごめんなさい、こっちの話です。この世界はめちゃめちゃカラカラなんですけど、この収録をしている日がすっごい雨で、台風でも窓がゴー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 言ってましてですね、うちの可愛いベイビーちゃんがちょっとビビり散らしてまして、さすがに音が鳴るたんびにピクンってなって起き上がってる、そんな状況ですね。あれ捕まる。こっちじゃねえよ。今のムービーいる。よし、行こう。ほら、ちょうだい。すごいね、走るな。ドーナツってなんかあるらしいですね。ダイエットの敵みたいな。やっぱ揚げ物だからね。どっかの芸人さんが、ドーナツは穴が開いてるからカロリーゼロとかって言いますけど、なんかそれを聞いてね、ミスドのポンデリングとか、ハニーチュロとかすごい好き。なんですけど、食べるのを控えるようになりましたよね、だいぶね。あれ、ロボットどこだ。ロボットのマークがどっかに。あれでも駅に戻ってきちゃってるもんね。でグラフィティ、ロボットで網がいっぱいあるところだから、こっちその網らしきものが見当たらないし、なんならこっち戻ってきてるもんね。だよね。あ、こっちじゃない。てかマジでマーカスの格好かっこいいな。ちょい汚いけど、なんだろう。
っぱロングコートってかっこいいよね。でもさ、なんだろうな、これをさ、なんか分かってくれる人いたら、なんかまあ、あの嬉しいとかじゃないけど、あ、分かる分かるってなったらあれだなって思うのが、そのこっちの形かな、あのそのロングコートってその外国の人とかが着ていると、例えばさ、マトリックスに出てくるあのメオとか、ああいうのが着てるとすげえかっこいいと思うんだけど、なんか日本人がこういうトレンチコートとか着てたら、なんかすげえおっさん臭いというか老けて見えるよね。やばいやばい、あれどこだろう、こっち行って道なりに行くのが大体の正解だと思うって信じているんだけど、それっぽいのが見当たらないんだよね。これだってさっきのところだもんね。これがさっきのところ、次のグラフィティを見つける。ただあと鍵が1個あれだね、なんだろう、警察官に挑んでわざと捕まるとか、そういう道かな。あ、これか、あ、これだね。あ、あった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 、やっぱり 見逃してたんだ、しまった、やっちまった、ごめんなさいごめんなさい。こういうね、なんか探索とかね、頭使う系ってね、ほんとね、苦手だわ。あ、どっちかって言ったら直感的に遊ぶゲームの方が好きだったりするからね。あとは、ここから見つけられないとか違うね。あったあったあった、あれじゃない、ちょっと角度を変えて、え、あれじゃないの、え、すげえシビア、あれどっか違うとこにある、ん、どこや、ちゃうな、どこや、あれじゃないのか、あれをどかさないと、あ、やっぱりすげえ怪しいけど大丈夫、でここまで来て、でこいつを、やっぱそうだ、あ、やっぱ取り除かなくちゃいけない、あ、ちゅ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 、ほ、邪魔、はい、で最後のあれあれ、あー、あったあった、で最後の見つけると、 OK、 手がかり更新、うん、ん、美人ちゃん、こっち進んでたらなんか解放されるとかあったし、もう見つけた、見つけたけど、なんか漁れるもんないかな。アンドロイドのエネルギーって何なんだろうね、ガソリン、あ、あったあったあった、え、違う、うわうわ、え、マーカスの慣れの果て、お前はマーカス4号だみたいな。オッケー。まず一つ目で、二つ目、あった。すげえわかりにくいけどね。わかりました皆さん。たまたまピュキンって当たったからわかったけど。これをまたなんかどっか登るか、上に乗る方法を探す、上に乗る、上に乗らないとわからない、あ、なるほどね、じゃあこれをこっちだ、あ、え、あれ違う、なんで、あ、引っ張るのか、人間って引っ張るのと押すのとだったらどっちの方がこう力出るんだろうね。まあ結果動かせたらどっちでもいいんだけど、登り方がかっこいいな、いちいち、マジか、違うよいしょ、ほい、でラスト見つけて、 OK、 手がかり更新で、なんとか来るミラクルとかかな、ここを降りると、なんかあの、ま、マーカスだけなんか急にアクションゲームに変わってるけど大丈夫なの？あ、これ QT 来るんじゃない？予測、不安定、なるほど、そういうことか、じゃあ別のルート、あ、こっち、
お。かっこいいな。急にマトリックスみたいになってるな。そういえば今年の年末か来年あたりでマトリックスやるんでしたよね。またゲームとかもやってくんないかな。あのゲームキューブで、ゲームキューブと XBOX、 僕はゲームキューブでやったんですけど、エンターザマトリックスっていうゲームがあって、それがねすごい好きでめちゃくちゃやってた記憶がある。これでもやっぱまだ解放されてないね。なんかないかな。ここはお邪魔できないね。そうエンターザマトリックスっていうね、あのナイオビとゴーストって言って、ナイオビっていうのがそのモーフィアスっていうね、ネオマトリックスの世界じゃないや、まあ現実世界に解放する、まあ、救世主だって言って出てきたキャラの、あのちょっとごつめ系キャラがいるんだけども、その人がねの恋人が、まあ、ナイオビっていうキャラで、そのナイオビっていうねキャラのと、まあ、そのなんだろう、クルーの一人のキャラを、まあ、操作するアクションゲームだったんですけどね、それがめちゃくちゃ好きだったね。あ、で、あそこのはしご登っていくっていう感じか。完全はしご登るだよね、これね。これなんか誰にこんなの習ったんだろうね。X 予測。またなんかいくつかパターンがあるね。ほい。ほっ。ほっ。で、届かない。だよね。だよね。てか、え、普通、ちょっと待って、普通にさ、考えてさ、こういけるけどさ、あ、なるほどね、足で蹴っちゃうから、いけないっていうパターンのやつか。よし、じゃあ戻ろう。続きまして、こっち。ほっ。てか、なんでわざわざ、こんな、なんか、激しく行こうとするんだろう。で、さらに、こっからの予測で、ほっ。不安定。なるほど。こっちは却下と。じゃあ今度、で、このこっちだね。で、ここから行って、おで、お最後、ここ。お高すぎる。なるほど、アウト。あ、ちょちょちょ。じゃあ、こっちだよ、普通。初めからこっち行ったらよかったね。計算。オッケー。よし。めっちゃドヤ顔する。じゃあ実行。マトリックスパート2ですね。かっこいいな。パルクールやってるみたいだね。こういうのがいちいち計算できるのがやっぱアンドロイドって感じだね。しかも無表情で息も切れないし。あ、追っ手がいないかを見てるってことか。本当にいないよって。大丈夫だよね。よし。まあ、追っ手がいたところでっていう話なんだけどね。次のグラフィックは黄色。うわぁ。うわぁ。黄色。いや、ホラーゲームじゃないって分かっててもなんかホラーゲームに思えてしまうよね。どっち行ったらいいんだろう。こっちでは、なさげってことは反対側だね。なんか急に、はぁーとか言って動いたりしてこないよね。あれ違うな。あ、じゃあ合ってるな。こっち行け。あ、じゃあ行けなかった。あれじゃあ違うな。壊れてる。これでもないし。ジェリコって誰だ？ね、まあまあ、それを探るために今移動してるんだろうけど。あれ？ちょっと待って。もう一回グラフィック。黄色、赤、あ、これか。これだね。あれでもこれを？これじゃないの？そうだよね、これだよね。あれ？ちょっと待って。え、ここだよね。合ってる合ってる。合ってるよね。うん。
ああ、あった。シンボルを探す。なんかたまたま見つけたみたいな。廃材の先にっていう感じか。こっちだね。よし。ああ。よいしょ。スノホはちょっと地味に切って重いからね。よいしょ。このボタンを押しながらいろいろやらなくちゃいけない QT って、ちょっと今までやったの中でも新しいから難しい。ほう、雨の降ってないショーシャンクの空にみたいな開放感あふれる。なんかマーカスだっけ、そのなんかこれまでのデトロイトと雰囲気が急に変わってくるんだけどな。なんかちょっと若干日常から離れた感じするね。船に向かう。あれ、異国の地へでも向かいますか。あい、びっくりした。あらあら、どうしよう。急に冷静になるじゃん。びっくりした。ジャンプ。身体的にはやっぱり人間よりちょっと強いのかな。体力がない分、体力がないとその体力無限だって思うんで。だけどこっちになんかない。裏に行ったらあのハンドガンの弾が落ちたりとかしないかな。何にもない何にもなかった。じゃあ行こう。コントローラーの操作って意外と難しいんだよね。あの配線の中にそのジェリコっていうのがいるのかな。さっきあんたあんだけ怖い目にあったんだからさ、あの手すり登りつかみながら階段とか登ってた方が良かったかもしれないよ。ああ、分かる人いるかな。なんかこの雰囲気、あのドゥ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 コートがなくなってる。コートは勢いで脱げちゃった。あ、ちゃうな、これサビサビ港っつうよりどっちかっていうとあれだね、ゴーストシップだね。死者の、あ、ちょっと、あ、熱々やった。ちょっとドアが熱かった。死者の魂を悪魔が持っていくために、こう何千人分の死体をね、こう、とどめとくみたいな感じかな。これ何？ライトか。振ったら出てくる。うわー、なんか急にホラー感満載やな。こんなところに何しに来てんの。ジェリコ探すはずだったよね。船を探索する。いや、まあいいんだけどさ。開かないんかい。ターミネーターほどの力はないって感じだね、やっぱりね。わあ、なんかホラーゲームじゃないホラー要素のあるやつってなんか結構怖かったりするよね。気持ちわかります。全部カチカチやな。で、なんかあのちょっとお嬢様風の服を着た人が いて、あ、開いた。あ、なんかわかった。急にジェリコに殴りかかられるんや、これ。ん？これは覚えといた方がいい。 RAS 唇ちゃん。トイレに入れるわけでもない。何のために入ったのかはよくわからない。開ける。開ける
のパターンは無理なパターンか。こっちはいけない。水がタラタラ。うん、びっくりした。こっちから走…あれ叫んじゃったよ。まったく急にホラー要素が出てくるんだもん。心臓が縮まるかと思って。あぶれ。あまあ心臓のね1個や2個くらいはね。こっちか。なんか急に殴りからかられそうな気がするよね。開けれた。えいや、あ来ない来なかった。ボイラー室、うわーもうなんかいろいろ隠れられる要素あるよね。どこかにいない。もう先に出てきてくれる方がありがたいんだけど。さっきのあれはあれかな、アンドロイドかな。やっぱりなんだ。あー自体が、いやせっかく治ったのに、こういうダメージは受けないの。でライトを取ろうとしたら、あのなんか違う子に取られるみたいな。取られなかった。急な格闘シーンとか来るかみたいな。あ、なんか、え、は、え、これがジェリコ。Welcome to Jericho。はあ、ジェリー、ああそういうこと。あ、じゃあ俺多分船の名前どっかで見逃してたんだな。ジェリコって、あ、本当に書いてた。ジェリコって書いてた。まあ、とりあえずなんか1個以外、アンドロイドのが逃亡を読む、アンドロイド宇宙飛行士を読む、あとなんか1個読んでなかったんだね。まあ、とりあえずなんか 96% もコンプリートしたから、いいや。うわー、もうなんかもうホラー要素かと思ってめっちゃビビっちゃった。恥ずかしい。うん、なるほどね。ただジェリコにようこそって言ってるけど、これ右上のさ、右の額にある、なんだろう、青いやつがなくて、お前人間だったのかみたいなオチにならないかな。大丈夫かな。それがなかったらね、仲間としてぜひ受け入れていただきたいっていうところなんですけどね。まあそんなこんなで、ちょっと2回もビビるシーンを見せてしまって、お恥ずかしいところでしたが、まあ無事にパート終わることができてよかったと思います。ということでまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。